こんにちは、代官山レミエ美容室の代表の中島と申します。これ僕 DM とかお客様ですごい質問があるんですけど、レイヤーカットっていろんなこう定義があって、結構いろいろこう名前があると思うんですよね。で今日は、ウルフレイヤーとウルフカットって何が違うんですかってすごい質問を受けるんですよ。で僕一応そのカットの種類でちゃんと一応定義を分けてあって、それをちょっと簡単に説明しようかなと思います。でこれ先ほど切らせていただいたこっちはウルフレイヤーで、こっちがウルフカットになります。じゃあ何が違うんでしょうかっていうところですね。でウルフレイヤーから説明すると、まあデザインから見てもらうと、ここの外羽、ウルフカットはここがまず内巻き、ここのデザインがまず違います。でカットのラインもレイヤーの高さを変えてあって、スタイリングの仕方も外羽にする部分と内巻きにする部分をすごい変えてやってあります。ウルフレイヤーの場合は表面のだいたい3センチぐらいから下はもう全部外羽になっております。で顔周りのラインもややここ残して切ってあります。でウルフカットの場合は耳から下のところだけ、ここですね、が外羽で、ここはもう全部内巻きになっております。プラスここの角度も結構こう切り込んでありますね。こっち残してあります、こっちは結構切り込んでありますっていうので、まずデザインをしっかり変えてあるんですよ。これ美容師さんもなんかここでせっかくなんでルールとして設けてもらえると、自分がインスタに上げるとき、これはウルフカットですよ、これはウルフレイヤーですよっていう定義を持ってやってもらった方がいいと思うんですね。でもう一個のポイントはレイヤーの高さが違いますね。カットをするときのレイヤーの位置ですね、だいたい頭の幅で計算しております。ウルフレイヤーの場合はだいたい真ん中があって、真ん中よりちょっと下からこうやってレイヤーが入ってますね。ウルフカットの場合、頭の真ん中の高さぐらいからレイヤーが入ってます。なのでワンカール分ぐらいはウルフレイヤーの方が低いっていうことになりますね。なのでウルフとレイヤーの間のカット、こっちはもうウルフカットっていう定義になってます。まあウルフカットも今っぽいウルフカットになっているので、昔のこのスカスカのウルフっていう感じではないんですけど、レイヤーの高さがやっぱり多少あるっていうイメージ。でこっちはやや低い、でも普通のレイヤーよりはちょっと高いよっていうイメージでちゃんとカットの使い分けをしてあります。でスタイリングもやっぱり外羽の部分が、こっちは襟足にこう集中してる、こっちは顔周りも外羽になってるっていうのがポイントです。でこれをやっぱりこう一つのルールとして作っていくと、こうお客様に説明するときにウルフレイヤーって何が違うんですかとかすごい言われると思うんですよ。で美容師あるあるですごい難しいのって、グレージュっていろんなグレージュがあるじゃないですか。それもすごい大変だと思うんですよね。なのでそれと同じようにやっぱりカットは特に定義を決めた方がやりやすいかなと思うので、ウルフレイヤーとウルフカットとぜひこれ僕の中でですけどね、今使い分けてちゃんとデザインは構築して SNS に発信してありますので、ぜひこれを参考にしてカットの動画も見てください。でもう一つですね、お客様にこうどういうふうに提案するか、ウルフレイヤーの方がいいかな、ウルフカットの方がいいかなっていうご提案の仕方なんですけど、ウルフレイヤーって要は顔周りの耳から下が外羽になっているので、この骨格ここを出してもお似合いになる方がまずポイントで、ウルフカットの場合は骨格顔周りに毛がかぶってくるので、この辺を気にされている方がまずポイントになります。あとはレイヤーの高さをどこまでお客様がスタイリングができるかだと思うんですよね。やっぱり高いレイヤーだとアイロンもここまで入れてもらわないと結構大変なので、これがちゃんとできる方なのか、もしくは後ろから見た時にこのえぐってある感じの高さをしっかり入れたい方、やや低めにしたい方っていうのは結構ポイントであると思います。あともう一つは、チャレンジしやすいのはやっぱりウルフレイヤーの方がチャレンジはしやすいかなとは思いますね。顔周りをまだ残しているのでレイヤーの高さも低いし、なので最初に初めてレイヤー私入れるんですっていう方だと、まずはこっちからでもいいかなとは思います。あとはこれ今前髪が長いスタイルになっているので、前髪を作るとよりウルフカットの方が顔周りに毛がかかってきます。
なので骨格を補正したい方は、僕のお客様だと結構多いですね。あとはちょっと個性が欲しい方だとウルフによる傾向にあります。あとは、40代50代の方もこちらによる傾向があります。で、先ほど言ったみたいにチャレンジしやすいレイヤーカットになるので、こっちはまだちょっとウルフをしっかり入れたいんだけどどうしようかなって悩んでる方はまずこっち側から提案するのもありだと思います。あとは前髪が長いデザインだと、こっち、まあ、今っぽいフェイスレイヤーってやつですね、ここが例えばこう短くなってやる方だとこっちの方が相性はいいかなと思ったりもするので、あのそのデザイン、そのお客様の雰囲気とかお客様のお悩みですよね。レイヤーをしっかり入れても大丈夫な方なのか、まだまだちょっとレイヤーは抵抗がある方なのか、もしくはスタイリングが顔周りを隠したい方なのか、顔周りを出してもお似合いになる方なのか、やっぱりお客様のお悩みに合わせてしっかりやってもらえると、ウルフレイヤー、ウルフカットチョイスしやすいのかなと思いますので、ぜひお客様とちゃんとしっかりカウンセリングを持ってご提案してください。